ヤミさん。ああ、まだ着かないんですか。うるせえな。てめえが空間魔法使えれば歩かないで済むんだよ。無理ですよ、ここ初めてですもん。だったら黙ってろ。せめて飛んでいけばいいのに。すんません、俺飛べないっす。私もよ。何度も言わせないで。少しは申し訳なさそうにしてよ。てめえが俺たち全員乗せて飛ぶか。ヤミさんは自分で飛べるでしょ。ヤミ、この俺に飛ぶってのか、飛ばされてえのか、てめえ。いや、俺別に変なこと言ってないでしょ。それにしても、こんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。フレーゼ丘陵。丘陵って。丘陵っていうのは昔は領地にしてた土地ってことよ。この辺りは昔フレーゼ教という貴族が治めてたんだよ。フレーゼ教。先見のフレーゼと呼ばれた貴族さ。未来を見通す力を持っていたらしい。戦いにおいては敵の動きを先読みし、商売においては相場の動きを先読みし、弱小貴族だったフレーゼ家を一代でものすごく大きくしたのさ。へえ、すごい人だったんすね。でも確か30年くらい前に盗賊団に襲われて一族みんな亡くなったとか。無情だよね。うん、でもおかしくないっすか。何が。未来がわかるのに盗賊に襲われることがわからなかったのかなって。ああ、当時もそういった話はあったみたいだ。でも結局一族みんないなくなって、真実は闇の中さ。未来を正確に見通すなんて、せいぜいよく当たる占い程度だったんじゃないかしら。おしゃべりはそんくらいにしろ。着いたぞ。ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか。昔ちょっとな。そっから見てくるわ。うわ、また出た。
闇さん、そいつらの相手よろしくな。俺は邪魔にならないように隠れてるから頼んだぞ。頼りにならないわね。了解っす。やったぜ。さあ、俺は負けない。どうだ、魔力なしの一撃は。いいよ。魔力なしの一撃は。やったぜ。いける。やった。一撃は。その調子よ。明日サポートは私に任せて、どんどんやっちゃいなさい。よっしゃ、片付いたぞ。やあ、お疲れ二人とも。後輩置いて隠れるってどういうつもりなの。俺は戦いは専門外なの。闇団長、こっち片付きましたよ。ん、聞こえてないのかな。団長、入りますよ。闇団長、大丈夫っすか。返事くらいしなさいよ。ちょっと、あれ、闇団長じゃない。あ、起きた。てめえら何者だ。落ち着け。俺たちは魔法騎士団だ。俺はアスタ、お前は。なんだよ、この辺りでまだ俺を知らねえ奴がいんのか。俺は闇助弘だ。